やめちゃクリリ、ヤムちゃんまだ生きてる。先祖さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ。なぜ我々が人造人間だと分かったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。好きな死に場所を選べ、孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ。ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。なんでオーラたちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはないな。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。ヤムちゃん大丈夫だよな。ああ、奴ならそう簡単にくたばらんさ。気を感じねえから、強さもわかんねえ。気味が悪いやつらだ。気を感じられるのは誤算だったな。なんだ、体の調子が変だ。どうかしたのか、その。いや、なんでもねえ。嫌がんな。面白くなってきたぜ。回やがんな。さっさと片付けちまうか。なんかやがんな。さっさと片付けちまうか。いい加減にしろ孫悟空、どこまで行く気だ。この場所にしろ、貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。さあ、戦う前に教えろ。なぜオラたちのことを知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界征伐の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んで、この世にはもういない。なるほど。だがナメック星での戦いもスパイしたんか。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで、貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう。だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あっそう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。でも無駄だ。早く勝負つけねえとまずいかもしれない。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。火を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。どうしちまったんだ俺の体。いやはっはっカカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、ヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い特訓を繰り返した。そしてある時俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで所詮我々人造人間にはかなうものではない。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。